ではまず早速この新刊の、曲集の誕生の経緯ですとか誕生秘話などお話を伺いしたいと思います。はい、今回、1年大体1年ぐらい前でしょうか、河合出版さんから話をいただいて、子供のための教材を作るっていうのとは私にとってこうライフワークでもありますので喜んでお引き受けした次第です。特徴なんですけども、別になんか気負って、新しいものを作るということではなくて、例えばバイエルとかチェルニーとかクーラウ、クレメンティのソナチネとか、バッハのインベーションですね、2世3世のインベーション、立派な教材がたくさんあるわけですね。音楽の見方というのは、私のこの教材も普遍的なものを扱っていないわけではないんですけども、その例えば普遍的なその音のなんていうかあり方っていうものをちょっと別な角度から見る、こう少し別な角度から見る、同じものでも別な角度から見ることによって、そのものの、違った面が見えてくる。例えばこういう音のつながりを例えば別な角度から見ることによって、これ単純に上からひっくり返す、こうするとちょっと時代がね、随分時代が進みますけど、こうで音楽に対するいろんな考え方をこう提示しようとしているわけで、古典的なものを否定しているものではないと、それは別な見方をするっていう、こうね、そういうポリシーで作った教材でもあるわけです。この曲集の魅力についてお伺いしたいのですけれども、はい、なかなかユニークなタイトルの曲が多いように、はいはい、お見受けしますけれども、そのあたりいかがでしょうか。タイトルから来るこうイメージというのがありますよね、私の曲のタイトルの場合はちょっと分かりにくかったり、あるいはちょっと音楽とはね直接関係なくて結びつきにくいタイトルもあるですけど、皆さんよくお分かりになっていると思うんですけども、ピアノを弾くのに想像力がどれぐらい大事か、例えば魚のタイルとか書いてあったら、その魚のタイルって何だろうと、お風呂場っていうと昔銭湯だったりするわけですね、お風呂屋さんで、でその時になんかタイルがあったとか、こうそういうイメージというのはすごく音楽をピアノを弾くのにすごく大事だったりします。だからそういうのをちょっと刺激、私なりにこう刺激してみようかなっていう気持ちもありました。Thank you.
その体験創作形から入ろうというこの、ね、扉にも中扉にも書いてありますけど、で両方のこう観点が必要 なのではないかと思いまして、こういうコーナーを設けてみました。服従洗礼は分けられた点がいっぱいこう書いてあります。でリズムがないですね、点ですから。ですから、これを例えば5秒ずつ3秒から5秒ずつ休みを入れて順番に弾くって書いてありますね。でそれで演奏すればいいわけです。こういうふうに間が3秒5秒一定じゃなきゃいけないってことでもないので、例えば自分でこうそれこそ形の音楽であるにもかかわらずストーリーを作るということはできるわけですね。こう自分でそのオリジナルのストーリーを作って音楽的な時間にするということができる。右のページいきます。いきますと、強弱が書いてないところは強弱が自由だから、例えばこういうこともできる。こうだからこう点をこう順番に並べていくわけですね。こうでその点の並べ方でその例えば2分なり3分なりの時間を自由に好きなようにこう作って構成することができるので、そういう、構成の感覚を養うっていう、意味もね、含まれています。それから音を出さずに鍵盤を押すということもね、こう含まれている。これはもう大事な、実はピアノのすごく重要な奏法なので、こう余韻がね、こう響く。この M は、メトロノーム4、四分音符メトロノーム40で、4分の4小節、1小節だちゃんとこう数えます。で N は、四分音符90で3拍。これいろんな表現の方法があるんですね。この今の多分4分の3拍子っていうのをこう言わなくても感じられた人も、ね、もしかしているかもしれないし、全然そんなの分かんないっていう人もいるかもしれないし、それはそれでいいので、例えばね、こういうふうにこう、これはでもそれこそ僕ら大人よりもお子さんたちの方がね、いろんなアイデアが出てくるんじゃないでしょうか。それでそのお子さんたちが例えばこう自由につないでるつなぎ方を見て、この子たちがどういうハーモニーに対してどういう感覚を持ってるかっていうのをね、見抜いてあげるっていうのをね、こうだからそう鋭い目で見抜いてあげるっていうことが必要ですね。こういうハーモニーが好きだ、この音が一番好きとかね、例えばそういうお子さんもいるわけですね。これ気持ち悪くないって、これはこうなるとね、こう安心するでしょうとかね、こういう教え方で、で実際これ例が D の切り取られた紙で出てくるわけですよね。これもし分類するとしたらですね、超前衛作曲家に分類されると思うんです、現代音楽の、これ聞いて今更前衛作曲家って笑う方もいらっしゃると思うんですけど、笑っていただいても全然いいんですけど、要するに割と過激な現代音楽を作るんですね。音楽というのはどのような場合でも
聴いてくださる人、あるいは演奏してくださる方々に対するやっぱり愛情だと思うんですね、一番大事なのは。つまり本当にこうただ面白いことね、面白いことをやる、どうだ美しいだろう、演奏でもそうですよね、どうだ美しいだろうっていうんじゃなくて、自分の音楽を聴いてくださった方が何か、もちろん反発する場合もあるだろうけど、何かこう自分の中にね、こう温かいものとか、あるいは理知的なものに対する刺激、知性に対する刺激だとか、あるいは喜びだとか、こうそういうものを得てくださるように、だから愛情を持ってそれを祈りのような形で音楽をする、作曲をする、演奏もそう、そういう態度で臨んでいます。それでは最後にこのインタビューをご覧の皆様へのメッセージをお願いいたします。はい、このどこでも大発見、このピアノの曲集の中ではなくて、皆さん朝起きてから、夜寝るまで、全て、どこでも大発見だと思います。ですからこの曲集を手がかりにして、毎日を、非常に明るく、過ごしていただければと思うことが一つです。それからこの曲集の中、普通の教材とは違って、いろんなこう新しい考え方が含まれています。よくわからないところもあるし、気に入ってくださらないところもあるかもしれません。でももし、どこかすごく、ここが面白い、この曲がすごく良かったっていうところがね、こう一箇所でもあれば、すごくありがたいです。それを、皆さんと出会ったということなので、その一箇所すごく気に入ったところがあれば、それを財産にしていただければと思います。皆さんとどこかでお目にかかれればもっと嬉しいですけど、どうぞよろしくお願いいたします。